おそらくね、ファンの方もね、それはまだ記憶にあると思います。牧原投手が絶好調でね、8回にね、3対1で負けていた時にね、バースがね、スリーランホームラン、バックスクリーン入れたんです。その後、掛布が同じところへ、またその次の5番の岡田がね、3連発同じところにホームランを打ってね、3連勝したんですよね、巨人に。やはりこれでね、私自身もですけども、まあ、選手全体が、チーム全体が、あ、今シーズンはいけるんじゃないかという非常に大きな自信の一つのインパクトになったんじゃないでしょうかね。昭和60年4月17日甲子園球場、巨人牧原投手にはまさに悪夢の一日であった。バース、掛布、岡田のクリーンアップが放ったバックスクリーン直撃の3連発。それは阪神ファンの留飲を下げるとともに、優勝への予感を感じさせるものであった。ホームランの数で勝ってるように一般の方は思われてますがね、その年ね、6球団で一番多い犠打をしてますよ。それは誰も分かっていないです。ですから相手に絶えずプレッシャーを与えると、その中で結果がホームランにつながると、それが勝利に結びつくという循環ですね。チーム本塁打数219はセリーグ新記録、そしてチーム犠打141は昭和30年阪急が作った記録と並んだ。やはりね、一つの大きなショックはね、8月の13日に日航機の墜落でね、中野社長が亡くなられたというのがね、我々チームにとって非常に大きなショックだったですね。520人もの死者行方不明者を出した日航機墜落事故、その犠牲となった中野球団社長の死はナインを結束させ大いに奮い立たせた。そのショックをね、一つのなんて言いますかね、まあ、いろんな意味のこの弾みって言いますか、励みって言いますかね、それからね、5連敗をね、6連勝で挽回したと思い出しますがね、その頃からね、なんかこう持ってる力がずっと出始めてきたように思いますね。はあ、それ以後持ち前の200発打線が大爆発、波に乗った阪神は驚異的な快進撃を続けた。9月の成績13勝5敗、ファンの夢は次第に現実的なものと変わり、そして迎えた10月16日神宮球場。10回の裏、ヤクルトタイムの攻撃、隅のカウントは2ストライク2ボール、マウンド上の切り札ばかりし、このまま引き分ければ阪神優勝、阪神優勝、5対5引き分け、阪神優勝、阪神21年ぶりの V 達成です。吉田監督第1勝目で吉田監督の胴上げです。やっぱり勝つことによってやはりファンの方もおそらくこういうニュースを